こんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらの品番が何だったっけな、1003SWXJS ですね。はい、品番長いな。あの、まあ、JS はあのジャンキースタイルさんの、 あの別注なので JS がついてますけど、ウエハースさんだったら 1003SWX だけかな。はいですね、いわゆる今年のお正月にですね、あのジャンキースタイルさんとウエアハウスさんのコラボで出た、対戦モデルの、デニムですね。はい、対戦モデルのウエアハウスさんのデニムジーパンですね。はい、の、まあ、この間7月の1日にアップした動画で、こちら半年着用で、選択しましたっていう、初めての選択しましたっていう動画を上げたんですけれども、それからちょうど、1月1日ですよね。でもあれが6月だったんで、そうですね、ちょうどあれから1ヶ月、経ちまして、その動画を上げた後もほぼ結局毎日、まだまだこのずっと入ってたんですね。ほぼ毎日ですね。なので、ぴったり今7ヶ月ぐらい着用した感じですね。はい、7ヶ月着用して、で、他の動画でも言ってるんですけど、その基本的には半年くらい、まあ、見洗いで行った後は、もうその後はですね、もうあんまりそこから変化がこうゴリゴリに入るってわけじゃなくて、まあ、やっぱ勝負は最初の半年ぐらいで決まっちゃうので、もうその後はですね、もう濃淡をそれ以上つけるのは難しいので、もうあとは普通に1週間とか2週間履いて、まあ、普通に洗ってっていうのを繰り返して、まあ、変化していくのが薄くなって、まだ着ていくっていうのがベストかなと思っているので、正直それ以降もまた半年見洗いとか1年見洗いってやると、多分もう本当に生地の方が先にダメになって、どんどん穴開いたりで、糸が切れていっちゃうと思うんですよ。その汚れとかいろいろ、蓄積されて汗とか汚れでね。なのでやっぱりデニムのためにも、まあ最初の半年は見洗い頑張りますけど、半年とか1年はね頑張りますけど、まあ、それが終わっちゃったら本当に1週間2週間もしくはもう汚れが目立つとかちょっと匂うとかちょっと汗かいたなと思ったら、もうその都度その都度上がっちゃうっていうのが多分ベストですね。はい、っていう形で、ただまあとはいえ、まあ、ずっと履いてたやつだし、まあ、1週間で洗うのもなと思って、まあ、今回もまた1ヶ月来ました。なので今、7ヶ月着用って感じですね。はい、で、洗ったので、あれから1ヶ月ちょっとまた見てもらおうかなと思いまして、はい、個人的にはですね、ちょっと後でアップで見せますけど、ここら辺のやっぱひげ具合が、半年で1回洗った時よりかはやっぱりちょっと薄くなってるというか、もうちょっと濃淡がこうくっきり見えてきてるような感じはしますね。まあそりゃそうですけどね、そりゃ1ヶ月あれから履いてるのに、なんか前より濃くなってるっていうことはまあありえないので、基本的にどう考えても目の錯覚が染め直してるんでしょうっていう話なので、まあ、どう考えても絶対薄くはなってるんですけど、ただまあそうですね、結構そのこの先どうなっていくのかの雰囲気がもう見えてきたかなっていう。最初のやっぱ洗う前くらいだと、まだまだこのデニムが濃かったんで、そのどういう風にここから変化していくのかちょっと見えにくい部分があったんですけど、今結構これのケツのあたりとかももうだいぶ薄くなってきてる部分を見ると、全体的にああなるほどね、こういう感じで色落ちてくんだみたいな、ちょっと先が見えてきたような気がします。ただとはいえまだ初めてのデニムだし、こっからどういう感じになるのかまだまだね、もうちょっと履いてみないとはっきりしたことは分かんないですけど、まあ、雰囲気的にはただちょっとね見えてきたかなという気はします。はい、ちょっとアップで見てしますね。こんな感じですね。はい、こんな感じですね。こんな感じですね。光の加減上どのあたりが見やすいのかはちょっと分かんないですけど、これで見えるかな。結構ですね、近い方がいいかな。左側ですね。こんな感じですね。はい、で、まあ対戦モデルなんで中は生地はこういう感じですね。はい、で、
バックスタイルはこんな感じですね。結構やっぱこのベルト周りもベルトもしてるので、結構ベルトのあたりもゴリゴリ入ってますね。今はあのエースのベルトをしてます、はい、結構ヴィンテージな感じでいいですよ、すごく、はい、こんな感じですね。この辺のあたりもまあ結構前回よりも多分ノーターはっきり出てきてるかなっていう気はしますね。この辺もこっち側もですね、はい、ちなみにですけど今上に着てるのが 2002WX の同じくウェアハウスさんのデニムですね。ただこれは確かバーナーデニムだったかな。なのでこっちは対戦のデニム生地、対戦の生地で、こっちはまたバナーデニムなんでまた別って感じなので、色落ちとか雰囲気はまた全然別になります。なんでまあこれを見て、あ、こんな感じの色落ちかがこっちにはならないってことですね。もう同じ、全く同じにはならないって感じですね。ただウェアハウスさんのデニムの結構経年変化のやついろいろ動画で画像とかでいろいろ見たりしますけど、なんかこの辺りはまだまだ分かんなくて、やっぱね、ここからもっとね、ブルーデニムがになってくるというか、もっと、なんていうんですかね、薄いデニムになってきたくらいに、なんか本領発揮してくれるというか、あのこんなヴィンテージっぽい感じになるのっていうか、まあ、鮮やかな濃淡になるのっていう感じになってくるんで、まだまだね、この状態だとね、まあ、ヒゲの感じは入ってるのは見えますけど、あの全くまだまだ完成じゃないっていうか、ここから、本当に綺麗な全体的に色が落ちてきて、でも濃淡ははっきり出ていってっていう感じになって、ウェアさんのデニムはそうですね、上はあれですけど下はこれが対戦は特に初なんで、ちょっとねすごく楽しみなんですよね。だからもうどん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 着て、もっと全然薄くしていきたいなっていう感じですね、はい、これはまあ月1、やっとこうかなとは思います。はい、です。一応あのさっき言いましたけど、これの、半年の見洗いから初めて上がった動画も、上がってますので、そちらもよろしければ見てみてください。というわけでじゃあ一回こっちも、着てみますので、はい、じゃあ着替えます。はい、というわけで今、着替えました。はい、こんな感じですね。なんだかこの、まあ、あの今履いてるこのWX じゃない、いや WX なんですけど、その対戦モデルのウェアハウスさんの、やつ着用してる動画撮ってるんで、その毎回言ってるんですけど、なんかあの珍しく自分が持ってるデニムの中とかパンツの中ではだいぶ、細身の方なんですよね。多分一般的にはそんな全然細くはないはずなんですよ。もうよっぽどタイトに着られてるとか、よっぽどタイトなパンツ全然あるので、そのどちらかというと太めぐらいだと思うんですよ、これ。ただまあ自分が太め好きすぎるんで、太めばっかり持ってる中で言うとだいぶ細め、ジャストサイズ32のサイズで買ってるので、あのジャストっていうか、まあ、ややゆとりのあるジャストサイズで32なので、それで着てる、あの履いてる分、別にウエストもそんなにでかくしてないので、そんなにこうズドンじゃないんですよね。結構個人的には細身的な時に使いたいっていうか、上も結構ゆったりが多いので、あんまりそのなんだろうな、太ゆっとりみたいなのが結構多い中、ちょっとこいつは細身な感じになるんで、あんまり上でかいやつ持ってくると、なんかちょっとシルエット的にあんまり好きじゃない、なんか、うん、なんつうか、逆三角の感じになっちゃうんで、ちょっと上タイトなやつを持ってくるときには結構履きやすいかなと思っていて、まあ、逆に太めが多い分、ちょっと違う。合わせづらいやつが来た時には結構こっちで重宝できるかなみたいな感じもあって、ただこれ、シルエットがすごい綺麗なので、個人的にはすごく履きやすいですね。普通このぐらいの太さになると大体ちょっとテーパードが変な感じでかかってて、個人的にはもう結構そのシルエットが好きになれなくって、色落ちが終わったら処分しちゃうっていう、色落ち楽しいんだな、あ、なるほどね、今回こんな感じか、はい、じゃあ終わりっていうあのケースがいつも多いんですけど、これに限ってはやっぱり色落ちもいいし形もすごくいいので、まあ、これもアトラストさんと同じように
完成した後も全然履き続けて、どん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 本当にだいぶもうなんなら真っ白になるくらいまで履きたいなと思えるくらいいい、デニムだなと思いますね。シルエットと雰囲気、デニムの生地感、あたりのつき方、なんかトータル的に全部好きだなっていう感じですね、はい、なかなかそう思えるデニムがなくて、結構色落ちいいよって言われて、履いて、まあ確かに色落ちは悪くないんだけどっていう、ただ色落ちのみで履いていくわけじゃないので、やっぱシルエット気に食わないなって思うやつはやっぱりその色落ちのために半年頑張ってなんとか着ますけど、それ終わったらもうやっぱりもう着ないなっていう感じでやっちゃったり、色落ちしてる時も楽しくないですね。もう逆に毎日履くんで、ああ失礼なって思いながら毎日履くのも嫌だし、なんか履いてる姿をと鏡とかで見て、うわ別にこの形かっこよくねえなと思ってんのに、色落ちのためだけに履き続けるのなかなか苦痛なので、やっぱりかっこいいなと思って履きつつ色落ちも楽しめるっていうのがベストだと思うんで、なので皆さん結構あれですよ、デニム何がいいかって、色落ちだけで、あれめちゃくちゃいい色落ちするよっていうのだけでやっぱ買わない方がいいと思います。ただこれは好みとかその人の体型によって変わるんで、必ずしもこのウエハースの対戦モデルが正解とかそういうことではないってことですね。俺はこれが好きであれですけど、皆さんのそれぞれの好きな形があって、俺はテーパード好きじゃないって言いましたけど、テーパード好きな方も絶対いますし、当たり前ですけどテーパードが似合う方も全然いるので、それはもう本当にその人がテーパード好きでテーパードっぽいのが逆になったら、逆に俺が、無理だなと思ってるあたりのデニムがさらに色落ちも良ければそれがベストっていう答えになるわけなので、これを見て同じやつをとかっていうわけじゃなくて、まあ、自分なりの100点に近いデニムを探されて、色落ちを楽しみながらデニムを履いていくのがベストだと思いますね、はい、だ経験則的に言うとやっぱりその色落ちだけに特化して考えちゃうと、結構色落ちが終わった後に飽きて着なくなっちゃうっていうパターンが個人的には多かったので、まあ、色落ちだけにこだわらず、もうどっちかというともうある程度そのウェアハーさんだったりフリーホイラーズさんだったり、まあ、ポイズさんだったりとかネッドニームさんだったりとか、もうある程度色落ちが素晴らしいって言われているデニムはもう本当に素晴らしいので、どこ行ってもそんなにあれなんで、どっちかというとむしろシルエットを重視した方がいいんじゃないのかなと思いますね。結構各社 WX っぽい形を本当忠実に再現してたり、いやいや今履きやすいようにすごくタイトにしてたりとか、まあ品番によっても違いますし、太み細み形全然違うので、そこら辺は本当にね、好きな形から入った方がむしろいいのかなってちょっと思いますね。もう色落ちは本当どこもそんなむちゃくちゃ大差あるっていうほどでもないので、もう皆さんクオリティがもう半端なく高いのでいいんじゃないかなと思います。まあちょっと関係なくもないんですけど、まあ、関連した、はい、ちょっとお話しました、はい、というわけで、今日はですねこちらの、ウエハースさんのジャンキーさんの、コラボの100-1003SWXJS からの、7ヶ月着用の、2回洗濯ですね、はい、した、色落ちとかを見てもらいました、はい、ご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました、ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これに、ね、関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください、明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。